DJ オッシー様、ステージへお進みください。小坂理事長、お願いいたします。賞状入賞、株式会社 SO プロモーションとのシルバーディスコ、以下同文でございます。おめでとうございます。続いて目録の贈呈です。審査員の船子様より贈呈いただきます。船子様、お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。作品への公表をいただきます。今聞いていただいたように、これとてもいいんですよね。なんていうんですかね、若い時に聞いた曲っていうのが多分これからいろんな施設で、もう高齢ですけども、ちょうど学生時代に、先ほど76年出ましたけど、ちょうど学生の時で、それで、78年か9年ですかね、サタデーナイトフィーバーっていう映画があって、これびっくりした曲ですよね。耳でラジオで聴いてたのに、映像ではパッと出てきて、そしてなんかディスコに行くっていうのは大人になった気になる、まあ卒業してからなんですけども、だからそういったものをすごいこう蘇らせてくれる、とてもいいコンテンツだと。先ほど新幹線で、なんかいろんな話が出てましたけど、今日新幹線の、乗る前にですね、一番売れてる文庫がですね、最高のっていう文庫だったので、それ買ってみたんですね。で、それは、スマホの今若い人たち、っていうのがこれからものすごい問題になるだろうっていうことを提起した話で、じゃあそれはどうしたら良くなるんだろうっていうのを書いてあって、体を動かすこと、運動や、エクササイズが大事だっていうのはもう言われてることなんですけど、体を動かすことで、特に30分間動かすことっていうふうに書いてあるんですね。30分間、心拍数が上がるように、そして30分続けるように、そしたらこのコンテンツは30分あるんですよ。で、本当にこれを見て、これで体を動かしたら本当にスマホ脳が最高脳になるんじゃないかなって今日、さっき思いました。で、ぜひですね、こういった、この構成をもうちょっとこういろいろ変えつつ、この30分で、みんなが、ダンスしながら、あるいは、それで体を動かすことができるということで、第一交渉ダムの、コンテンツになってもらえればなということを期待して、これからもぜひご活躍、期待しております。おめでとうございます。ありがとうございました。それでは受賞のお言葉をお願いいたします。皆さん、こんにちは。そして、はじめまして。私、安心安全健康的なディスコカルチャーを全国の皆さんに、お茶の間の皆さんに、ラジオやテレビ、イベントを通じてお届けしております。DJ オッシーと申します。この度は、このような栄えある賞をいただきまして、本当に嬉しく、光栄に思っております。本当にありがとうございます。数ある音楽エンターテインメントの中で、私は参加者の皆さんや利用者の皆さんが主体性を持って、自らが参加意識を持って参加ができるイベント、それはディスコであるというふうに昔から感じておりました。ライブや演奏とは違って、参加者の皆さんが主体性を持って音楽に合わせて、リズムに合わせて体を動かせる、自らが主役になれる、そういう場がディスコの環境じゃないかなということを前々から感じておりました。そして私自身、ディスコ DJ の活動は来年で40年を迎えるわけなんですが、この度このような栄えある賞をいただきまして、
やめないでよかったと、続けてきてよかったというふうに本当に心から今思えている瞬間でございます。このようなディスコの魅力、ディスコの現場には本当にキラキラしたときめきのあるワクワク感というものが漂っています。若さがすごくみなぎるような環境であります。ディスコミュージックを合わせて体を動かしていく、その魅力や素晴らしさを一部の大人の皆さんだけでなく、子どもたちからハンデを負ったベテランの皆さんまで、さまざまな世代の皆さん、老若男女で共有できる機会はないだろうかということをずっと模索してまいりました。2017年から産声を上げたこの高齢者シルバーディスコというネーミングなんですけども、まだ歴史は浅いです。始まったばかりなんですが、この活動が日本全国各地の皆さんに届くことを心から願いながら、これからも精進して続けていきたいと思っております。本当にこの度はありがとうございました。優秀賞株式会社 SO プロモーションのシルバーディスコ、あなた方は一般社団法人日本外健康協会主催音響アワード2021において当初の通り優秀な成績を収められました。よってその栄誉をたたえこれを称します。2021年11月25日一般社団法人日本外健康協会理事長の関係です。おめでとうございます。ありがとうございます。DJ オシエさんというのは非常に皆さん知ってる方もいると思いますが、ディスコ自体はですね、非常に有名な方なんですね。まさかオシエさんが応募してくるとは思わなかったんですけど、本当におめでとうございます。こんなところですね、お会いできるか思いませんでした。またこんなディスコがですね、これから高齢者に、また流行っていければ非常に嬉しいことだと思います。どうぞ頑張ってやってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは受賞のお言葉をお願いいたします。 ありがとうございます。過分なお言葉と本当に栄えある賞をいただきました。本当に光栄に思っております。私が約40年間、ディスコ DJ を続けているという実は背景、動機というものがあります。私の父親は昭和のテレビ司会者の押坂忍と申します。母親は栗原綾子という、2人とも厳格なアナウンサー司会者で、私はその長男でドラ息子として生まれたんですね。そんな、私がですね、17歳の頃から、ディスコの DJ の道へ進んでしまったということで、両親から猛反対を食らってここまでずっと活動を続けてきました。私自身はディスコミュージックの魅力、洋楽ポップスの魅力、そこにすごく魅せられまして、ディスコで楽しまれているさまざまな方々の魅力を、これは決して、差別や偏見に満ちた社会ではないんだと、健全に安全に安心感のあるものとしてお届けすることができればきっと両親からも認められるというような思いでですね、ディスコカルチャーというもの自体をまずは自分の親に認めてもらいたいと、厳格な父親母親に認めてもらいたいと、それが活動をここまで続けてきた動機の一つなんですね。それでこの度2017年からのこのシルバーディスコの試み活動を、紹介したところ、約30年以上経ってようやく認めてもらったというか、そういう時代に、入りました。このシルバーディスコという活動はですね、決して町おこしの企画だけではありません。全国13カ所を私回って各高齢者施設、利用者施設を回って運動してきまして、活動してきまして、さまざまな場所で本当に皆さんが元気と笑顔になれる時間を過ごしていただきました。日本国民全員の共有財産になってほしいという思いでいっぱいです。決して、一箇所ある一部だけの、コンテンツではなく、国民全体の、
共有財産としてこれからどんどん活性化してコンテンツが成長していくことを心から願っておりますし、この度のこの恩恵アワードさんの受賞を機にですね、より幅広く発信ができればというふうに心から願っている次第でございます。このような貴重な機会いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうぞお席へお戻りください。皆様盛大な拍手をお願いいたします。